体感できるというね、大変お得なショーになっております。題しまして、シックスティーズ、キューティーポップショー、ルビー&レイボイズです。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。はい、そしてですね、ルビレブライブの合言葉というのがございまして、それをね、みんなで言って始めるというスタイルでございます。はい、簡単です。パンチ、ハレジ、デラックスです。はい、皆さんご一緒に、パンチ、ハレジ、デラックス。そうそうそう、その元気でね、最後までよろしくお願いします。はい、それでは次の曲は森山加代子さんの白い蝶のサンバ、聞いてください。二度と忘れない。
ね、今でもね女優さんで活躍しておられるんですけど、若い時は ね、ねアイドル歌手でした、ね、今もねすごく綺麗な方ですけども、はい、思いがけない別れ、この曲はあのアンディさんが提案をしてくれたんですけども、アンディさんとかね、あの端っこの起きてるジムさん起きてるんですよ二人なんかはね、もうそうリアルタイムでね育ってきた方なんで、もう家にレコードとかも今でもねいっぱい持ってはって、もういっぱいもう生き字引のようなね方なんです。で私もね知らない曲とかたくさん出してきていただいてね、それを気に入ってこうレベルまでやるっていうようなことをねしております。はい、それでなんか珍しくねこの失恋の歌詞なんですね。はい。で、あの失恋の歌詞ってあんまりレベルの今までのレパートリーにそんなになくて。で今回あと2曲ジムさんが提案してくれた曲もあるんですけど、後でやるんですけど、でそれ全部3曲集めてみたらあの失恋の曲ばっかりだったんで、今日のね、というかこの後にやるルビレボ劇場は、そういう曲を絡めた物語にしてみました、はい、ルビレボ劇場っていうのはねなんかだんだんこうシリーズ化してきて、こう最初はねこの小道具とかね、あのさっきあの冒頭で言いましたファッションとかインテリアもこういうふうに、ね、使って表現をしてるんですけども、その音楽をより分かりやすく、どんな曲なのかどんな時代だったのかっていうね、これこう女の子の部屋 の、 あの、ね、セットなんですけどね、こういうのもこう見ていただきながらだとより分かりやすいかなということで、だんだんこうそれが進化していって、なんか小芝居的なことになったり、なんか一人芝居みたいな、だん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 進化していってそれが皆さんね、なんかなかなかこういいって言ってきていただいて、なんかもう次ほんならもっと絵の背中やってなってきて、なんかだんだんこう締め切りで追われてる漫画家みたいな感じになってきてね、なんかその心地よいなんかね、あのそんな感じですはい、ということで、ルビレモ劇場今日もやります。はい、女の世界っていうのはとにかく難しいものよ。恋人に振られて世をはかなんでる女の子がいるかと思えば、恋人ができなくて世の中を恨んでる男の子がいる。あ、見てなかったでもまたどこかで今日も新しい恋が生まれているんだわ。男と女、神様ってのは本当に厄介なものを作りになったんだわ。ルビレボ劇場、今夜のテーマは男と女シーズン2でございます。お楽しみください
を指さして、そこから動くな、なんていう男はいないはずよ。なのに女の子の心に向かって、僕一人を愛しておくれ、他の男には目もくれないで、なんていう男の多いこと、多いこと。だから思わず言っちゃった。いつの世も、いつの世も、あなたを愛する人は、あなたを泣かせるはずよ。そしたら、どうして分かったって言ってくれないんだい？僕には君が分からないよ。だって、どうしてよ。今の彼は、真面目で誠実で優しくて、ちょっといいかなって、今度こそ思ってたのに。つまらないことなんだもん。もう性格が合わないわ。ああ、おしまいね。残念だけど。ドライブ？これから？別にいいけど、分かったわ。じゃあ後で話聞くから。じゃあね。Let's go.
笑って長く泣く、それが恋の習いよ。それが激しければ激しいほど悲しみは深く長いものよ。別れがあるから恋は難しいとも言えるわね。いつも彼と一緒に飲んでたバーの前だわ。もうクサクサするし一杯やって帰ろう。敬愛するマリリン・モンローも数々の沖縄を流して一人でこの世を去ったわ。そういえばね、華やかな世界にいる人ほど案外にプライベートは孤独だったり友達がいなかったり寂しいもんなのよ。
私もそろそろ考えないと。ところで皆さん、私まだアラフォーアイドルとかやってていいのかしら。どうですか。ありがとうございます。ではマリリンモンローに捧げると。
このルビレボ T シャツはお洗濯しても型崩れしにくい高級素材、綿 100% の高難易度を使用しております。そしてシルエットのテーマは着ることで完成するかっこよさ、着たっけと見幅に対しての袖バランスの良さが黄金比率を追求しているんですね。お値段は破格の1500円、サイズは XS から XL まで幅広く取り揃えております。カラーもどんどんカラフルに展開いたしまして全11と4色になりました。はい、ありがとうございます。これからのシーズンはね、ルビレボ T シャツのシーズン到来でございますね。あそこに物販がございます。はい、ワードローブにカラフルなルビレボ T シャツがあれば大丈夫、主役級に大活躍間違いなしのおしゃれアイテムですよ。今日も素敵な着こなしのお客様がいらっしゃいますね。はい、ちょっと立っていただけますか。はい、ルビレボ T シャツね、着ていらっしゃるお客様、はい、後ろのカメラに向かって、はい、ポーズ、ありがとうございます。とってもよくお似合いですよ。今日はしてこのルビレボ T シャツをまだ持ってないお客様は遅れてるわよ。帰りに買いましょうね。品切れだったカラーも入荷いたしまして、今日はね、豊富に出揃って選び放題です。ぜひこの機会にお気に入りを見つけてください。カップルでお揃いなんてどうかしら、素敵ね、羨ましいわ。そしてお手持ちの小物類は大小セットでたったの500円のルビレボオリジナルバッジも、はい、こちらの方もよろしくお願いします。これをつければあなたはもうモテモテね、お買い物なしのモテモテでございます。いずれもお買い上げいただきますとこのルビレボステッカーをプレゼントでございます。はい、ご家族やお友達、大切な方へのプレゼントにもきっと喜ばれて愛がより一層深まること間違いなしの自信作です。はい、私たちとお揃いのルビレボ T シャツとオリジナルバッジ、どうぞよろしくお願いいたします。以上、CM でございました。というのをやっております。はい、皆さんご飯しっかり食べましたか。はい、元気ですね。はい、このコーナーはですね、お客様参加型で雰囲気を体感していただく、ゴーゴー喫茶っていうのがね、60年代当時ありましてね、その時のこのね、キャッチーな曲を流して、ね、踊っていただくというコーナーでございます。もう全然踊れなくても大丈夫です。決まりは何もございませんので、からね、音楽に合わせてね、自由にこう体を動かしてみてください。どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあいきますよ。用意はいいかな。はい、よろしくね。元気出してくれ。はい、参加してや。
Thank you.
しですとかね、そういうあのデザイン作業を最近やっていただいております。ありがとうございます。起きてますか？はい。ちょっと柱でね、見えない方もいらっしゃると思いますが、キーボード、はい、ね、年長、最年長のジム。
すいません、ありがとうございます。フランスの方から今日は来ました。ミーナはニュージーランドの方から、マッキーは、オランダの方から来てました。ただギターのループだけは赤道直下の国から来ましたね。この後帰国してから村長の娘と結婚が決まってました。生贄を今日は6個でやろう。どうもありがとうございます。